それさん同志社行ってみたいと思います。今日の長文の全体像はこちら。段落は12個あるんですが、まあ、ちょっとこれ全部やってるとですね、まあ、視聴時間が長くなってですね、皆さんご覧いただけないので最初の4段落行ってみたいと思います。で、設問形式はこういう感じ。問いの A の空小十問題は実質熟語の問題ですからね。そして設問 B と C もですね、下線部説明ですが実質これも単語の問題ですから、どういうレベルが問われているのかを感じ取っていただけるとよろしいかと思います。そして設問 D は五正常、つまり並び替え問題ですね。というとこの上の3種類扱いますので一緒に解きましょうね。で、設問 E の内容1、これは他の大学でも扱っておりますので、同志社ならではということで、設問 ABC、 そして D の並び替え、これを頑張っていきましょう。で、皆さん第1段落でございます。皆さん注釈1箇所ついておりますので、これを意識しながら一読をお願いします。皆さん下線部こちら A でございます。それの設問がこちらになっておりますので検討をお願いします。で、皆さんこれもハイエラルキーという単語の意味が分かってると一発ですよね。もちろん階層制度、優先順位のことですよね。で、確かに下線部の右側、この辺りで気づく方もいらっしゃるかと思います。ボトムと書いておりますので、一番そこ、下の話が来てますよね。で、当然下があれば上がある。まあ、上下関係のイメージですね。で、それは皆さん選択肢眺めていただきますと、まずは1番つながり、2番が喜び、で、3番手順。で、もちろんどの選択肢見ていただいても、階層制度とは全く関係ないですね。ですが4番ランキングと書いておりますので、階層制度、上下関係の話にぴったりですね。ですから正解は4番ということでよろしいかと思います。さあ続いて第2段落でございます。一読をしていただいた後、こちら下線部 B ですね。で、皆さん選択肢これでございますので、正しいもの、言い換え可能なものを一つ選んでいただけるとよろしいかと思います。皆さん、下線部そのまま直訳すると、重要な他者。まあ、誰やねんということですね。ただ皆さん、ありがたいことに直後にバットがあってですね、前後は反対の関係。この対比関係を使って答えにたどり着いた方多いかと思います。で、皆さん、しかもバットの前後、使われてる単語がほぼ言い換え可能ですよね。実は、without と without。そして皆さん、こちら話しかけたり、会ったりしてますよね。つまりそれが接触する。これと言い換え可能になってますよね。ですから皆さん、下線部 B と対応するのは皆さんこの友人ですよね。で、皆さんその友人関係でつながりがありそうなのはここですよね。で、皆さんこの friendships からこう呼んでいくとですね、unlike、前後が反対を表す表現が来てますよね。ですから friendships と反対の関係は family。ですから皆さん、この家族と下線部 B が対応しそうですよね。ですから、あとは選択肢の中から家族、これに一番近いものを選んでいただけるとよろしいかと思います。で、選択肢1番、ボスということですから、上司。で、選択肢の2番は顧客。で、3番は近所の人。皆さん、家族と一切関係がないですね。ですから、正解は4番、パートナー。そうです、パートナーと言われたら、夫、もしくは妻ですね。まさに家族のことを言ってますよね。ですから正解は4番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いての段落でございます。注釈皆さんこちら1箇所ついておりますので、まずは一読をお願いします。さあ皆さん、まずは波線部 A でございます。こちらの設問でございますので検討をお願いします。で、皆さん、波線部前半に一貫性と書いてますね。で、皆さん、それで選択肢眺めていただけますと、一貫性と書いていないものがありますよね。で、皆さん、選択肢の1番、一貫性と書いてますかね。そして選択肢の2番も、一貫性どころか、トランジション、移り変わりと書いてますよね。で、選択肢の3番であれば、この後半に書いてますね。本質的に同じまま。で、選択肢4番後半にメインテインと書いておりますので、維持している様子、一貫性とつながりますよね。で、あと皆さん、波線部 A の後半でございます。人々が望んでいる様子が伺えますよね。で、皆さん、それで選択肢眺めていただきますと、4番削れそうですね。 Make efforts、 努力をする話は書いていないですね。一方、選択肢の3番であれば前半に expectations、 期待、まあ、望んでることですよね。ですから、しっかり書いておりますので、正解は3番ということでよろしいかと思います。
さあ、続いての設問はこれでございます。空所重問題ですが、選択肢はこちら、検討をお願いします。で、そこでどの選択肢選んでいただいても前置詞ですよね。で、その前置詞の右側に which 関係代名詞が書かれております。ですから先行詞にあたる空所の左側、そこの名詞とつながる前置詞、それを考えていただきますと正解がわかりますよね。 circumstances 状況、環境。皆さん、状況とかにつながる前置詞と言われたら皆さん思い出せますでしょうか。もちろん今回はたまたま circumstances 書いてますが、 conditions、 それに置き換えていただいてもよろしいかと思います。そうです、状況と言われたらうにゃうにゃな状況下で、うにゃうにゃな状況の元でということですね。もちろん漢字からわかるかと思いますが、下で、それを意味する選択肢と言われたら皆さん4番 under ですよね。ですからこれはもう熟語の知識で一発ということでよろしいかと思います。よって正解は4番で OK です。で、皆さん次の段落でございます。注釈は2箇所ついてますからね、そちらを意識して一読をお願いします。で、皆さん続いて並び替え問題でございます。検討をお願いします。すみません、これの説明はホワイトボードでしますね。すみません、解説いってみたいと思います。皆さん注意していただきたら2語不要ですからね。全体像はこんな感じでございます。皆さん、先頭は SV になってますよね。ですからこの as は接続詞ということは、皆さんこの辺りも SV になってくる可能性が高いですよね。で、皆さんご存知かと思いますが、こちらに動詞で accelerates 動詞で、動詞が2つあるから先頭接続詞1つ存在しております。これで皆さん文法的にバッチリですね。じゃあ皆さん最初の空所のところに動詞を入れるんですが、これ皆さん直後にコンマがありますから、おそらく自動詞を選べばいいんじゃないか。で、選択肢眺めていただきますと、5番でシフトがいますよね。で、皆さん1番の affected、 これ皆さんうにゃうにゃに影響を及ぼすということですが、今回ちょっと一旦保留ということでよろしいかと思います。ですからひとまず今回はシフトを入れていただいて、もしこの後なんか不都合が出たらその時に考え直すという感じでよろしいかと思います。すみません、後半戦と and という接続詞がおりますので、おそらくここも SV とつながりそうですね。で、残ってる選択肢動詞は1番と2番、それを皆さんこうやってつなげていただきますと受動態で成立しそうですね。で、皆さん最後はこの辺りで、皆さん or がおりますので、意味内容上は対になりそうですよね。つまり反対で、選択肢の中で反対の関係になりそうなものと言われたら3番と7番ですよね。で、それをどっちに入れるのかということですが、後半の方が皆さん分かりやすいですね。surgery と書いておりますので、マイナスの様子。ですから、このマイナスの選択肢と言われたら、まあ、worse でしょうね。で、皆さん一番最後の空所に worse が決まれば、残ったところに better。で、一応これでうまいこといけそうですね。で、皆さん残りの選択肢と4番と6番。なんか聞いたことあります。という方。まあ、確かに sooner or later。そうです。熟語でありましたね。たぶんそれ連続した表現でございますので、もしかしたらこんな感じでコンマで一旦区切る必要性はないですからね。使うのであれば連続して sooner or later。ですから今回は2語不要。それが4番と6番で決定ですね。でもこれ色分けしてるのはちゃんと理由がありますからね。並べ終わった後、改めてですね、どの順番で考えたのか、それを見直すときに色分けをしてると分かりやすいかと思います。つまり第1段階で考えたことはオレンジ。そして第2段階で考えたことは青。そして第3段階で考えたことは緑。この順番で書いておりますので、思考プロセスの確認がしやすいかと思います。ですので、その後にも踏まえて参考なさっていただきますとよろしいかと思います。それではお疲れ様でございました。皆さん、先ほど出てきた単語の中で、カッコ1番、ハイアロギー。これは皆さん、いろんなところで出くわす可能性がございますので、改めて確認してみたいと思います。さあ皆さん、意味は大丈夫ですね。階層制度。そして、カッコ2番から下ですね。それ皆さん、今日時間の都合上扱えなかった表現。で、実際にこういう問題が問われてましたよ。この単語分かってますか？というところを列挙してみました。さあ皆さん、意味の確認をしますね。まずはカッコ2番、アドレッセンス、青年期。そしてカッコ3番、ファブリック、構造。そしてカッコ4番、プレッシング、差し迫った。そしてカッコ5番、プロファウンド、深遠な。そしてカッコ6番、デュアスティン、破壊的な。ということで、このレベルが問われているんですね。で、皆さんの語彙力はどうでしょうか？まあ、このあたりが全部分かってますという方は OK ですが、まあ、ちょっと知らない単語はいくつかございます。ということで皆さん、単語集一層頑張ってくださいね。単語を知ってると一瞬で答えが出る、そういう問題同士が多いので、一問たりとも落とさないために頑張りましょうね。ということで画面を一旦変えますね。
さあ復習しやすいような画面に書き換えました。このタイミングでスクリーンショットする方はどうぞ。で皆さんその後は画面の右側ですね、皆さんの指などで隠していただいて、で丸1番から丸6番、そこに入る語句をスラスラ言えるよう頑張ってくださいね。ということでチャンネル登録もよろしくお願いいたします。